髪の毛をブリーチして全頭それで真っ白にしてたんですけど、その時にはもう坊主にしたいっていう風に決めてて、インスタ見てもらえれば分かるんですけど派手髪やってたので、どうせなら綺麗な髪の毛を生やすっていうので坊主いっちゃうかっていう、やってみたいっていうのはあって、まあなかなかやる機会ないじゃないですか、やれないかなと思ってたんですけど、まあブリーチもしちゃって汚くなっちゃったし、ウィークって今あるしっていうのでやっちゃえみたいな感じ、ノリと勢いですねめっちゃ理由聞かれるんですよ、坊主にするって一大女の命なのにっていう風に言われるから。坊主にしたらやりたいのは逆に女性らしい格好をして撮りたい、逆に着物とか撮りたいし、あとまあなんかちょっとアートチックな作品とかもやってみたいなと思うし、なんかいい髪の毛がないからこそできることとかやりたいなと思うし、逆に本当にウィッグも綺麗にかぶれるんで、ちょっと奇抜な髪型とかも逆に作れたりとかするから、そういうのがやりたいなって思います。似合うといいなでも楽しみすごい楽しみです、はい、じゃあまあちょっとねカットしてどうなるか皆さんに楽しみにして待っててもらいましょう、はい、じゃあ行ってきましょう。 OK、 行ってきます、行ってきます、はい、こんな風に塗ってるの初めて。いや、もうこれハケの方がね、
根元につかないんですよ。弾いちゃって。なるほど、うん、へぇ、面白い。だからちゃんと押し込んで塗り込んだ方が多分グランドだなと。あ、この間のやつでしょ。そうです、の前か。白から黒、半分黒に戻った時にやつが、こうですね。すごい、色が抜けてきたから余計なんかサンみたいな。あそこ楽しそうだった。え、めっちゃ公園で遊びたいな、ゴールで。子供だ、どの子供よりも遊びたい。なんかデローンっていけそう。すごいポップな感じ。すごい。Thank you.